植物の陸上進出。陸上植物は緑藻類、おそらくは車軸藻類の仲間から進化したものと考えられています。海と陸の最大の違いは水の存在です。陸上では乾燥に耐えるための適応進化が必要になります。よって最初は海岸沿いの淡水環境に進出したのではないかと思われます。大陸表面に陸上植物が初めて進出したのは今から約4億年前のことで、それ以前は陸上に生物はいなかったと従来は考えられてきました。約4億年前頃に大気中の酸素濃度が上昇した結果、大気上空にオゾン層が形成され、生物にとって有害な紫外線が遮蔽されたために植物が陸上進出できるようになったという有名な学説が1960年代に唱えられたからです。現在においてもなおそういった説明がなされる場合がしばしばあります。しかしこの考え方はすでに1980年代に否定されています。生物にとって有害な紫外線を遮蔽するオゾン層は、大気中の酸素濃度が現在の1000分の1レベルでも形成されることが分かったのです。現在の1000分の1レベルというのは、第3回イベントが生じた約20億年前にはすでに達成されていたと考えられるレベルです。したがってオゾン層の形成と植物の陸上進出には直接の因果関係はないことになります。生物の陸上進出はもっと別の環境要因か生物進化要因によるものだと思われます。実は陸上植物の進出以前の大陸上にも微生物のコロニー集団のようなものが存在していたらしいことが分かっています。例えば約12億年前の陸上で形成されたと考えられる地層からシアノバクテリアの化石が見つかっています。また12億から10億年前の非海洋性の地層から真核生物と思われる細胞壁まで保存された生物化石が見つかっています。炭素や酸素の同位体の変化を調べた研究からは、約8億5千万年前以降は陸上で光合成生物の活動の影響が見られることが指摘されています。このように従来考えられていたよりもずっと古い時代から陸上には生物が進出していて光合成活動を行っていたらしいことが分かってきました。また陸上における緑藻類と菌類の共生関係も陸上植物出現よりもずっと以前にまで遡ることが分子時計の研究から分かっています。約4億2500万年前のシルル紀の地層から最古の陸上植物化石が見つかり、最初期の陸上植物はクックソニアだと考えられていました。その後さらに4億7500万年前のオルドビス紀の地層から胞子を作る植物片の化石が発見されました。これが陸上植物の最初期の証拠になっています。これはおそらく苔植物の苔類に似たものであったと考えられています。陸上に進出した植物は最初は根のない高さ数センチメートル程度の小さなものでしたが、やがて維管束を発達させるようになりました。維管束とは水や栄養分などを運ぶ重要な役割とともに、
植物体を支える器官のことです。維管束植物はセルロースやリグニンなど新たな有機化合物によって植物体を支えて大型化が可能になりました。シルル期からデボン期にかけてはシダ植物が繁栄して陸上に森林が発達するようになりました。補足。植物はもともと水の中にいました。一体どのようにして陸上へと進出したのでしょうか。植物が最初に陸上へと進出したのは約5億年前と考えられています。水中にはたくさんの光合成生物がいましたが、初めに陸上へと上がったのはシャジクモと呼ばれる緑藻の仲間だと考えられています。緑藻が持つクロロフィルは光合成を行うのにより広い範囲の光を利用することができるからです。そして初めの陸上植物はゼニゴケのような苔植物だったと考えられています。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。